初夏の陽気の中、陽気に現れた新庄くん。須崎市にある会社パンクチュアルで、新庄くんの生みの親、森時武さんが本の出版を発表しました。日本一バズる公務員です。あさって発売となるのは、森時さん初の著書で、その名も日本一バズる公務員。新庄くんの誕生秘話や森時さん自身の波乱万丈な半生が綴られ、通販サイトアマゾンの予約購入ランキングではすでに1位となっています。森時さんは岡山育ちの36歳。おととし須崎市役所を退職し、ご当地キャラの運営などを行う株式会社パンクチュアルの代表取締役を務めています。関西大学在学中に訪れた須崎市の新子祭りで高知の県民性に惹かれ、2012年に須崎市役所に入庁。入庁後すぐに生み出した新庄くんは、4年後のゆるキャラグランプリで日本一に輝きました。その効果もあり、当初は200万円しか集まらなかったふるさと納税は6年で1000倍の21億円にまで増加しました。自分ももうこの町を盛り上げるっていうことにすごいなんか命かけてたところあるので。ゆるいキャラの裏にあった決してゆるくない戦略と努力。本にはこうした成功の秘訣が惜しみなく記されています。例えばゆるキャラ戦略では、対象を子供にしたら終わり、主戦場は SNS、 シルエットは丸く、などなど。またツイッターなどの SNS で人気を呼ぶ、いわゆるバズるためのコツなども紹介しています。ぜひ町おこしとか、行政とか市役所に勤めてる方とか、どうやって町を盛り上げたらいいのかなって思ってる人とか、いくつかヒントになることがあると思うので、ぜひ明後日から売ってますので買ってください。日本一バズる公務員は明後日29日発売です。